さて、それでは今回はまずガチャの結果、召喚結果の方から見ていただこうかなと思ってます。全部で50連しました。で、10連目が SR、ステファニー、それからアモンが出てます。で、20連目アンニ、アモン、デモンと、アモンが結構出て今回すごく強化できたんですけど、まあ、何せ勝てないんです全然。で、なんでこんなガチャ引いてるかっていうと、満腹パックを買いました。SR、アンニ、それからデモン出ております。なかなか SSR が出なくて困ってたんですけども、SSR 最後に、ベレヌスが出ました。この人にはもうストーリーでずっと苦しめられてしてたので、強いのは知ってるんですけど、このなんか全部除していこうかなっていう、こう妙な気持ちも少し出てきてはいるんですけど、一度ちょっと置いて考えようかなと。まだまだ、ね、強化できてないので、で、最後じゃなかったですね。もう一回最後引いてます。SR2 枚ということで、なんかどっぷりハマっていってます。進めないことへのストレスで満腹パックにどうと、まあね、すごく安くなってるので今かなと思ったんですけど、もしも買えなかった人がいたら、あの、僕買えなかったんですよ、最初何度も押しても。詳しいあれが出てきて、 CLID やったかな、ちょっと正式に合わせたんですけど、なんか4文字の英語が出てが、なんかなんちゃらかんちゃらで買えませんみたいなことが出てたんですけど、これね、ログイン状態をキープし続けてると、どうやらあのストアでの購入っていうのが、まあ、初回だったからかわかんないですけど、認証ができないというようなことが出てしまってですね、だからなんか時期過ぎてんのかなとか、まああと6日しかないんですけどね、今パス買うべきじゃないんですけど、なんか、うん、勢いで買っちゃいましたね。その分めっちゃやろうと思ってます。では、また初歩の話からいきたいと思います。やっとレベルの上限が上げれるということで、レベル45で止まってました、ずっと。で、上で何人かレベル60にしたんですけど、45から60にするにはストーリーの崩壊の方の7の1をクリアするとレベル上限解放するアイテムがもらえると、英雄の、紋章ですね、この金色のやつ、崩壊7の1って書いてるんですけど、ここで初めて、まあ解放アイテムがもらえると。で、まあ、前回ちょっと話したみたいに5回周回用っていうのを押すと、もう自動でこうやってバーッとパンを消費してね、取ってきてくれるので、これでまあ上限解放ができるよと。なかなかパンが足りなくなって、まあ、スタミナ不足で全員のレベルを上げれないんですけど、まあ自分とこのメインの、使ってるキャラクターのレベルを上げていこうかなというところです。で、すごくゾッとすることがあったんですけど、これ今、45から60に引き上げたのかな？にレベルが上げれると。で、これでまあ上限解放されて、そして45から経験値を使って、経験値アイテムを使って、レベル60に持っていきます。で、まあ当然ながらこれ上限は140とかなのかな、もっとあるのかな、僕はあんま分かってないんですけど、に行くにはさらなる解放が必要になってくると。そしたら何かなと思った、同じアイテムではなくて、さらにこういった違う上限解放アイテムが必要になってくると。で、これ崩壊10の10。10章の10ステージかな。こんなとここまでいける気がしないんですけど、そのマックスレベル60のキャラクターたちで、崩壊10の10までいかなければ次の世界が開いてこないということで、ゾッとしております。で、まあ、そこでまたね、60から80で、80からまた100とかになってくるのかな。まだまだ道のりは長いなとは思うんですけども、なんとか緊張感を持ってですね、お金使いすぎないように、そしてまあできたらご自分の好きなキャラクターをメインでね使い込んでいけたらなと。まだまだなんかこの低いレベルやと、そのキャラクターの特性みたいなもの自体出てないみたいなので、そのあたりもね出していけるように、これですね、英雄の希少でいいのかな、これは上位かさらに上位のやつっぽいんですけどね、この辺を獲得していけるように崩壊の11か、頑張っていきたいと思います。まあ変わった
変わった動画というか、もう本当に始めたばっかりなので、初歩の初歩、初歩で、しかもうちはいろんな動画がどんどん上がるので、ちょっと、通知が来るにはね、面倒なチャンネルかなと思うんですけど、できたら、登録していただいて、まあ、通知切ってもらって再生リストから、イリュージョンコネクトどうなってるかなぐらい見に来ていただけたらなと思います。ちょっとでもまあ上達できるように頑張ってみたいと思いますので、登録よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など、人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを